赤たた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 たよーじょ、あー、ウケた、あー、なんか頭を抱えてランナンルーしてる、うわっ、あはははははは、すぐだ、あー、暗くて何も見えない。あ、でも赤さんいる、赤さんがいるってことは安全なのか、あはははは、いきなり目の前にクモの巣が現れて、そのクモの巣にですね、ブワーって顔、あなたに取り付けます、ちょっとやめて、怖い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 、これ完全に隠れきれてないです僕。何ですか？おお、いそちゃん、こっちを向いた。おじさん、どうして戻ってきてくれなかったの？お願いいたします。それではいきますよ、最初はグーじゃんけんパーということで、今回はひなこさんからイラストいただきました、ありがとうございます。はい、その12と言ってますが、もしかしたらね最終回いやかもしれないんで、まあとりあえずねその12って言っておきますけど、まあ多分最終回でしょうね。はい、やっていきたいと思います。物語でいいんですね。はい、ね、前回ねどこやればいいんだって感じでね、まあ全部クリアしたんですけども、でこの後にもう一度この最終話をやれば話が変わってるみたいなので、やっていきたいと思いますよ。はい、もしそこに愛がなければ、コーダ、ヤミ、そしてキキ、3人の導き出す結末とは一体、ここは変わってないですね。はい、ではやっていきましょう。よいしょ。ね、その11でね、教えてくださった方ありがとうございます。その12はこれをやればいいんだよというね、意見をいただきまして、はい、やめろよコーダ、そんな柄じゃないだろ。あ、ここ闇正気なのか。おお、ここも変わりになってないですね。変わってないのに驚いちゃった。まだ呪われちゃいないさ、何も考えず殺そうとしてるわけじゃない。キキ、お前を殺せば全てが終わるんだよ。はいはいはい。どうして私なの、どうして私なの、どうしてキキなの。まあ、お前がつくよみの力を継承するものだからさ。なんかあれですよね、どんどんなんか顔のっぺらぼうだけど、顔が表情が見えてきますよね、どんどんね。なんか感情がこう入ってくるというか、お前さえ死ねば呪いは消える、もう生贄は必要なくなる、キキだって仲間だ、そんな理屈でどうして命を奪えるんだ。そうだぞ、そうだそうだ、モコがどんな思いで生贄になったかお前にはわかるか。放っておけばお前もああなる、俺だって生贄になっちまう。それだけじゃない、呪いは続いていく、犠牲者はこれからも出続ける。びっくりマークが半角だった。俺だって、俺だってみんなで帰りたい。でもな、こうだ、現実は残酷だ。他人を助けられないこともある、時に助けない方がいいことさえもある。
よく考えるんだな。いやー、口動いてますね。歯綺麗だね、闇ね。はい、すいません。行きましょう。さあ、こっから変わってくのかな？どうなんだろう？ハンサムコーダくん。どうなんですか？うんうん。キキちゃん。なんか喋ってる。ね、ポニーテール。ポニーテールだっけ？これって、まあ、結んでる。これってポニーテールって言うんだっけ？ポニーテールとは違うか。はいはい、キキが走っていきました。ここまでは前回と一緒。僕の信じた世界を僕たちにとっての真実にする。お？これも違うんじゃないか？急にここですか？ちょ、待って。急に来ちゃって、ウィーリモコンさん、ツンデレ、しないで。なんでここ？急に。どうして急にここ？私は誰？私はキキ？コーダだよね。はいはい。イソちゃん。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はいはい。お姉ちゃんは海に沈んだ深い恐怖と怨念の闇に。海の底の孤独は月読みの力を呪いに変えてしまった。でもあなたの意志があれば、月は紙細工に変わり、海はボール紙になる。ほう。図工の話かな。お願い、お姉ちゃんを連れてきて。暗い海の底から私たちの思いが届く場所まで。ウェイ。いや、あのさ、イソちゃんね、全部ひらがなで喋ってくれるから、あの、俺的にはさ、こう漢字がない分ね、あの、いいんだけど、たださ、やっぱ漢字って必要だよね。ひらがなだけじゃ読みづらいなって思うよね。うん。って思いませんでした、皆さん。怖い怖い。こういう角が怖い。いやー、結構ね、今日ね、音量上げてるんですよ。いつもよりね、音量上げてるんで、怖いよね。はぁ、ここのテレビはつかない、ノート。ノートは見ていきましょう。はい。何者かな、初期。つくよみの読む未来が、覆ることはない。つくよみ渓谷は、生贄の屍が、呪われたちとして未来永劫、消えされ続けるだろう。いや、ごめん、漢字、あの、あった方がいいって言った俺、ごめん、そんなことない。難しいよ。いや、難しくないけどさ、読めるっちゃ読める漢字なんだろうけどさ、俺は読めない。最後の最後まで、ちょっと待って、いつもより開くドアの開くスピードが遅かった気がする。え、ここをまたガンガン言うんじゃないの？やめてやめてやめて。ってか、こっちで合ってんの？カン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 。てか、ネズミの音がする。違う、コウモリ。怖い。あー、結構怖い。あ、キキちゃんがいるよ。キキちゃん待っててくれたの？あれ、いたびっくりした、いなくなったかと思った。あー、怖いな。キキちゃんがいきなり生贄にならないでよね。はい、なんなかったね。うん、ごめんね。ごめんね。あ、急に逃げてってこと？帰ったらさ、一緒に映画を見に行こう。学食前のスロープで待ち合わせて帰ろう。夏が終わる前に海に行こうよ。遊園地にも遊びに行こう。ジェットコースターに乗ったり、それからお化け屋敷にも行こうか。なんすか？めっちゃバカンスのこと考えてんじゃん、もう。おー、イソちゃん、そんなところにいたら引かれちゃうよ。僕が行って、この手でキキを救うから。待って。おー。あら、いいじゃない。一緒に帰ろうね。フラグを立てないの。おー、初めて聞く BGM じゃないこれ。何？おー、これは、イソちゃんを追っていきましょうってことなのかな。キキちゃんはもう、俺のこと見捨ててどっか、はい、逃げ込んでますね。なんかすごい壮大。ここ歩いていけばいいの？へえ、マジか。うわ、なんか、うわ、地下なんだ。すごいね、ここ。ジェットコースターみたい、それこそ。絶対ここマイナス G あるよ。浮くよね、体ね。なかなかのスピードで行ったら。ちょっと怖い。
あー怖いな、あー怖いな。ちょっとねゆっくり行ってますけど、だいぶ怖いんですよこれ。うわ怖い怖いよ。磯ちゃんなんか浮いてない？浮いてるわけじゃないか。え、ちょっと待って、これどこまで続くの？あ、まだ後ろ見えますね。なんか振り返るのが怖いわ。振り向けばあなたがいるんじゃないかと。もうダッシュ、もうダッシュする、もうダッシュする、もうなんか長そう、長丁場になりそう。なんだこれは。うわ怖いね。高所恐怖症には耐えられないんじゃないここ。左右と。なるほど、すごい、なんかなかなかいい演出ですね。おお上上がる。ええマジでそんな上上がれるもんこれ。あ、こうやって、あ、そっかそっか。うわあ、待って、え、強い意志を、もっともっと強い意志を。今のは何だったの？ここ、え、ちょっといるんだけど。磯ちゃんか姉ちゃんか。え、ここ行けるわけじゃないんだ。おお近づいてる。くる、おーマジか。強い意志で行きましょう。はい、強い意志で。あ、磯ちゃんだねこれはね。磯ちゃん行かないで、磯ちゃん行かないで。なんかドアが近づいてる気がする。おお怖い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 、なんか急に来ないでね。急に、ここはどこのドア？開けましょう。開くのかな。おおおお、めっちゃ綺麗。なんとすごい壮大だし、あらららら、え、もうなんかこれ驚くとかじゃなくてもう感動系これ。待って、うおー、なんかびっくりした、なんだこれ。おー、開いてる、待って、あ、危ない、落ちる、あ、落ちていいのか。うわ、すごいね、綺麗場所。ん？いやー、これどこに行けばいいんでしょう、本当に。なんかつくねがいっぱいあるよ。なんか美味しそうな、焼けば美味しそうな串焼きかなっつって。怖い、もうダッシュする、怖い。いやすごいね。なんかすごいねしか言ってないし。てかこの満月本当に、でもこれぐらいの満月をね僕見たことがあるんですよ。はい。おお、なんか立った。え？近づいてくる？姉ちゃんだよね。磯姉ちゃん、こんばんは。そうなんですよ。めっちゃね、大きい満月を見たことがあって。おお、いつもより腕が細くないですか？疲れたっつってね、止まってたね。なんかでも女の子の声聞こえましたよね。うん、うわ、また急にこっからちょっと
B を頑張って連打します。はい、ドドドドドドドって、もう、あ、ちょちょちょ、待って、振り向け、振り向け、 B 方向、 B 方向、おー、怖い、音がすごい。ちょっと勝手に振り向かないでください、本当に。あー、急に音静かになるとびっくりするね、これね。もうそろそろ音静かになるんじゃない。いやー、すごいでかいね。ほら、ほら、女の子の声聞こえる。さあ、あの女の子の声はね、磯ちゃんの気がするよ。違うかな。はい、頑張って走って。そう、どこまで走ればいいのかな。そろそろ前から来るんじゃないかなと思ってたんですよ、本当に。いや、行ったり来たり、ラジバンダリ。さあ、行きましょう。ちょっと待って、人差し指がね、あ、ちょっと草が生えてきたよ。お、黄色も出てきた。いい感じ。天国が近づいてる、そんな感じ。おお、綺麗。もうちょっとじゃないかな。人差し指が、お、あれはピアノかな。すごい綺麗。でも走んないといけないんだよね。そうだよね。これ人差し指疲れました、もう限界です。おお、すごいピアノの音。さあ、もうすぐピアノに着きましたか。着きましたよ。おお、あ、磯ちゃんかな、違う、姉ちゃんかな、どっちかな。磯ちゃんだね。あ、よくコーダ頑張りました。はい。かわいい目パッツン。なんと光属性。力を使い果たした。磯ちゃん、お、キキ、ここまで来たのか。マジか。おお、急に戻ってくんな。おお、そして電車も普通にやってきて、え、ちょっと待って、あと他の3人はいいの？2人で行っちゃうの？そういうこと？てか、この電車も誰も乗ってなくてちょっと怪しいんだけど、怖いんだけど。ほう、いや、月が綺麗ですね。はい、 A、 いや、綺麗な音楽ですね。こうして僕たちの物語は終わる。始発まで駅で闇を待ったけれど、結局やってこなかった。でもきっといつか警告から、待ってくる。赤と桃子はもう助からないかもしれない。すごく悲しいけれど、でも忘れないようにしようと思った。5人での楽しい毎日、それから今日の日のこと。そして僕たちはみんなの分まで強く生きていかなきゃならないと、そう感じている。それから僕とキキは学食前のスロープで待ち合わせて帰るようになった。この情報はいるのか。でもそれはまた別の話。そうですよ、また別の話にしてください。別の時に語ることにしよう。語るの？語っちゃうの？生贄の夜2とか。おザエンド。イサちゃん、はい、終わりました。おお、ちょっと絵変わってる。おお、なんだこれ。おお、1でオンオフができるのね。はい、え、ちょっと待って。おお、星がついた。なんでしょうこれは。おお、本当に終わったんだ。おお、生贄の夜。はい、え、
進む系、これもしかして。あ、進む系だ。なになに、なになに、まだあんの。え、違うよね。振り向けばあなた、できないや。おー、加湿器、マジか。コーダー、キキ、あ、キャストですね。はい、私とキキさんでございました。はいはい、ヤミ、マモコ、赤ちゃん、はい、3人元気でやる、大丈夫、アンドユー、あー、ありがとうございます。はい、大丈夫なのかな、3人置いちゃって、置いてって。あー、まだ、はい、どんどん行きましょう。あー、これが、エンド、クレジットですかね。はい。どうも、いや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 、やっぱり今回が最終回となりましたね。うん、すいませんね、あの歌聞きたい方もいるかと思いますけど、ちょっと、ね、僕も語りたいと思います。はい、そんなわけで、いけにえの夜実況その12で最終回となりました。まだ進むのね。はい、進んでいきましょう。休ませてくれないな。あ、デジタルメディアラボ、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。こんないいゲームを作っていただきまして、はい、うん。でね、そう、僕がね、あの実況を久々に再開して、で、それから初めてやったゲームがこの生贄の夜、え、ホラー実況がね、生贄の夜ということでして、まあ前からね、生贄の夜はぜひやってくださいというようなコメントをいただいてましたので、いつか絶対やろう、いつかや絶対やろうということでね、思ってはいたんですけれどもね、はい、ようやくなんとかできる、終わることができましたね。なんか雨の音するね、ペタペタと、うん、これはどんどん進んだ方がいいんだよね、やっぱりね。あ、またドアがありますね。うん、うん、意外とね、あ、スタジオ息吹を、あ、なんかいろいろ会社がまたがってるんですね。うん、ね、あの操作感覚的にはね、あの前のジオンに似てたんで、まあジオンよりはすごい操作しやすかったし、あの歩いて走ってくれるんで、まあ良かったんですけども、いやー、結局なんか解決したところは解決したし、なんか自分の中では謎が結構残ったままなんですけども、これはお、まだなんか、おー、綺麗なところに、開発メインスタッフ、はいはい、お、まだ進めるんですね。おお、はい、綺麗だね。あれ、何の話してたっけ。何の話してたっけ、本当に忘れちゃった。はい、まあ楽しくやらせていただきましたけども、うん、いや、 B ボタン最後連打疲れたね。あとね、結構なんか驚かせ方がうまくないですか、生贄の夜。なんかこうね、ドーンと驚かせるだけじゃなくて、まあね、なんかちょっとずつね、ゾクッとさせるようなところもあったし、やっぱりあのトンネルのところとか、あとやっぱりね、マネキンがね、怖かった。あのちょこちょこ動き怖いね。実際に人間でもやったらあれ怖いんじゃないでしょうかね。ぜひどっかのね、テーマパークのね、ハロウィンにでもあの動き使っていただければいいんじゃないでしょうか。はい、まあそんなこんなで、さあ次は何をやりましょうっていう話ですけれどもね、まあ今年はまだまだ始まったばかり、2015年ですのでね、いろいろいろんな実況していければなと思っておりますので、今後もですね、どうぞ見ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そろそろ切りよく終われたんじゃないでしょうか、マーベラスエンターテイメント。はい、ありがとうございました。さあ、星が銀色、これ黄色になるとかあんのかな。でですね、まあ、ちょっとさっき見たように、なんかこれ、おお、やっぱ血が塗られてますね。難しくなるみたいですね、かけるものへの呪いとかね、
呪いオンオフってのがあって、なんか生贄の配置が変わってたりするみたいですね。はい、まあ、ここら辺はねまたやれればなと思ってます。まあ実況でやるかどうかちょっとわからないですけれども、はい、それではとりあえず今回は以上で終わらせていただきたいと思います。生贄の夜実況、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コーダでした。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。グッバイちゃん。次だねおたま使うはずだちわくちゃの手をかざす怖いボードへ呪い呪いの割り違い怖いほど最高のみなへ。マイクチェック1,2,YO ラップかます俺に大注目、眠る意見たちも配信後今日もやりましょうでじゃんけんぽん、ちょっとそこの外位置に続けなさい、次に送るサインがおしまいの愛、エレクトナイトムサクリスファイ。深呼吸して息整えて吸って吐いての繰り返し、無駄話死ぬ間際に廃止ノーペイン、ほぼにまだまだ行こうぜ、完成などない三つの挑戦、先の見えない今日上げ棒前後、レッツゴーイエー、盛り上げる挑戦。ハッ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 これが始まり、 GO! この物語、 GO! 道はどこかに、 GO! 開く新たに、 GO!